今を去ること18年前、ワイルドベアデビュー。デビュー戦の相手は師匠穂坂秀樹と戸田秀夫だった。戸田選手は自分がデビューした時の対戦相手で、その時にマスクマンと戸田さんが相手だったので、そのマスクマンは師匠の穂坂秀樹がマスクかぶって自分がデビューの相手をしてくれて、その時のパートナーが戸田さんでね、まあその時戸田さんに取られて、デビュー戦負けて、その後何度か戸田さんのベルトに挑戦したりとかあったんだけど、まあ今回は立場は逆で自分の王座に戸田さんが挑戦してくれると思ってね、恩返しっていうつもりはないんだけども、まあデビュー記念試合で対戦、デビュー戦の相手の戸田さんが相手ということで、さまざまな選手らとさまざまな試合経験を経て、現在 WBC タッグチャンピオンに君臨。その初防衛戦にデビュー戦の相手である戸田秀夫を指名。その戸田は同じ茅ヶ崎プロレスの仲間であるシラスキットをパートナーに WBC ベルトの奪取を狙う。力強いパートナーであるワイルドゼロとともに、デビュー18周年となるこの試合での初防衛を誓う。メインイベント、ワイルドベアデビュー18周年記念試合、ワールドバリアフリーチャンピオンシップタイトルマッチ、60分一本勝負。チャンピオンチーム、ワイルドベア、ワイルドゼロ、バーサスチャレンジャーチーム、戸田秀夫、シラスキット。それではただいまよりメインイベント、ワイルドベアデビュー18周年記念試合、 WBC タイトルマッチ60分一本勝負を開始いたします。まずは青コーナーより挑戦者チーム、戸田秀夫、シラスキット両選手の入場です。
う試合に先立ちまして、ベルトの返還並びに記念撮影を行います。まずはベルトの返還です。記念撮影でございます。ワールドバリアフリーチャンピオンシップタイトルマッチを開始いたします。青コーナー、茅ヶ崎プロレス、身長体重不明、シュースキッド。同じく青コーナー、茅ヶ崎プロレス、181cm、98kg、トダンヒデ。続いて赤コーナー、王者チーム、第7代 WBC タッグチャンピオンシップ、身長体重不明、ワイルドゼロ。同じく赤コーナー、第7代 WBC タッグチャンピオン、身長体重不明、ワイルドリーダー、デビュー18周年、頑張れ。
Oh!
分経過、10分経過。Thank you.
過15分経過。うわThank you.
今年で26年だけど、今日はね、大田さんの周りのプロレスに対戦した人もいるし、やりたくてもやられてきた人もいる。でも今、大田ちゃんまだこのリングに立ってる。だから、今度、いつ会うかわかんないけど、また、そう出ると挑戦しますよ。ワイルドベアデビュー18周年おめでとうございます。今日は、久しぶりに先輩の、先輩が来ました。まあ、戸田さんからは触れなかったんですけど、とりあえずご一緒することができました。ありがとうございました。今から18年前、夏の仙台で、出てきて、いろんな人に支えられながら、ここまでやってきました。さっき戸田さんが言ったように、やりたくても、やれない先輩、ちょっと痛いですが、これからも頑張りたいと思います。ありがとうございました。まあ、ご祝儀みたいなもんだよね、あんなのね。いつだってくれるよ。あんなね、デビュー18年ぐらいでね。まだまだです。まだまだですよ。俺なんてデビュー8年ですからね。18年で負けないですよ。ね、俺も26年だから、さっきリング上でも言ったけど、まあまあこれからもね、いろいろね、戦う機会あるから、そうですね、また次会った時は、がっちりと、一回、あれを取らなきゃ、ベルト取りますよ、ね、納得しないですね、はい、でもなんか、今日はレフリーにやられたって気もするけどね、あのレフリーね、あれずるっと向こうに、ね、今度、茅ヶ崎からレフリー連れてくるしかないでしょ、そうね、俺が茅ヶ崎のマットで防衛戦。やってください。どうぞありがとうございました。やっぱり先輩の洗礼を本当に久しぶりに食らったっていうか、やっぱりなんか懐かしさもあり、やっぱ厳しさもあって、なかなか苦戦しましたね。やはりあの白洲選手の攻撃というのはペースを乱されましたか。うん、でも今までのやっぱりタイトルマッチって厳格なものっていうのがあったけど、まあバリアフリーなんでああいう試合があっても俺はいいと思うし、やっぱそれなりにお客さん楽しませて、やっぱ白洲選手っていうのはプロだと思うし、うん、いいんじゃないですかね。ああいうスタイルがあってもあれもプロレスですよ。本当にね、ベルト守れたってことで、まあ、もうすぐ小坂さんの命日なんで、ベルトを持ってお墓参りに行こうと思います。はい、まあ、デビュー自体も、あの小坂さんの、そうですね、計らいがあって、そうですね、デビューしたと聞いております。あの頃、ちょうど欠場してたんですよね。はい、欠場してたにもかかわらず、やっぱ自分教えてもらって、デビューするって決まった時に、まあ、欠場中だったにもかかわらず、胸を貸してもらったっていうのは、本当にありがたかったし。で今日の最後の戸田さんのマイクもやっぱり本当に嬉しかったし、でもね、やっぱり戸田さんも言ってたし、自分もさっきリング上で言ったんだけど、ね、本当はプロレスやりたくてもやれずにこの世を去った先輩、この世を去ってないにしろリングに立てない先輩、たくさんそういう先輩もいるし仲間もいるし、プロレスを18年怪我なくやってこれたのは本当に幸せだと思います。誰が来るか分かんないけど、まだまだ防衛したい気持ちはあるんで、はい、まだまだワイルド健在、それをアピールする頑張ります。ヒーロー公式 YouTube チャンネルでは試合映像、試合後インタビュー、煽り VTR など盛りだくさん。バリアフリープロレスと検索し
チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。